た夏休みもあともう少し。みんな宿題も忘れないように早めに終わらせるのよ。それじゃ早速このコーナーから行ってみるにゃ。熱血なにな学園イカ部2。おほん、スプラトゥーンが上手くなるための部活、なにな学園イカ部。私がネコマリオ部長だ。今日もヒノピオ隊長くんと一緒に練習をしていくぞ。はい。本日は新しく追加されたパラシェルターについて特訓していこう。はい。その1、開いて守れ。この傘のような見た目の武器、なんといっても攻撃だけじゃなく防御もできる唯一のメインウェポンだ。インクは拡散して飛ぶので至近距離ほどまとまって当たり、ダメージが大きくなるのが特徴だ。そしてボタンを長押しすると傘が開き、相手のインクを防ぐことができるぞ。それではキノピオ隊長くん、傘で防いでみろ。はい。うおー、閉じるの早すぎ。ちなみに一定以上のダメージを受けると壊れてしまうので注意が必要だ。はい。その2、飛ばして守れ。パラシェルターはこのように開いた後、さらにボタンを長押しすることで傘を飛ばすことも可能だぞ。飛ばした傘を縦に進むもよし、飛ばしてフェイントに使うのもいいぞ。よし、キノピオ隊長くん、傘を飛ばしてみろ。はい。前回のように水に落ちないようにするんだぞ。はい。って傘を落としてどうするんだ。一度傘を飛ばすと復活するまで開くことができなくなるので注意が必要だぞ。はい。その3、仲間も守れ。パラシェルターは自分の防御だけでなく味方を傘に入れて守ってあげることもできるぞ。よし、キノピオ隊長くん、スーパージャンプで飛んでくる味方を守ってあげるんだ。はい。飛ばすのは今じゃないだろう。ちなみにスーパージャンプの着地と同時に傘を開くなんてことも可能だぞ。友達と一緒にいろいろと連携を試してみるといいぞ。はい。本日の練習はここまで。慣れた武器だけでなく普段使わない武器を知ることも上手くなる一歩だぞ。はい。キノピオ隊長くんの傘に入るくらいなら濡れた方がマシね。クイズネコマリオ Q。 今回のクイズは任天堂 3DS ソフトスナックワールドトレジャラーズから出題。スナックワールドって一体どんな世界なの？それはズバリハイパーカジュアルファンタジーだにゃ。ハイパーカジュアルファンタジー？スナックワールドの舞台はここ。立派なお城にドラゴンもいたり、まるでファンタジーの世界ね。あれ？でもこれってコンビニ？スマートフォンもあるわよ。そう、ファンタジーな世界に現代風のあれこれが入り混じったこれこそが全く新しいハイパーカジュアルファンタジーなんだにゃ。ここで問題。次のうちスナックワールドの世界にあるものはどれ？1、自動販売機。2、空港。3、戦車。4、ゲームセンター。正解は1の自動販売機。ちゃんとジュースも買えるにゃ。さすがハイパーカジュアルファンタジー、ちょっと変わった世界なのね。このゲームは君自身が勇敢な冒険家トレジャラーになってダンジョンの奥に眠るレアアイテムを探してくるのが目的だにゃ。ダンジョンの途中に立ちふさがる様々なモンスター。先へ進むには戦うしかないみたいね。バトルの鍵を握るのはこのジャラという武器や装備品。ジャラにはそれぞれ属性があって相性がいい敵には効果抜群だにゃ。ここで問題。このジャラストライプソード2はどんな相手によく効く？
1. 顔が怖い敵。 2. メカでできた敵。 3. 体が黄色い敵。 4. 野菜が苦手な敵。正解は3の体が黄色い敵。体が黄色いだけで本当に効くの？種類も特徴もいろいろ、上手に使い分けてバトルを有利に進めるにゃ。ダンジョンを進めていくと宝箱が。スナックジャンボ宝箱ですって。たっぷりいただいちゃうわよ。そしてそのさらに奥には、いやー出たー。ここで問題。このボスメドゥーサの得意な攻撃はどれ？1. 頭の蛇が噛みつく。 2. 敵に巻きつく。 3. 敵を石にする。 4. 毒を吐く。正解は 3. の敵を石にする。メドゥーサの目から出る光線を受けると石化して動けなくなっちゃうんだにゃ。ここはうまく光線を反射して返り討ちにするにゃ。お宝探しも一筋縄じゃいかないってことね。今回の紹介は以上だにゃ。次に紹介するのは 3DS ソフト大逆転裁判2、なるほど龍之介の覚悟。逆転裁判は無実の依頼人を助けるため事件の真相を暴くアドベンチャーゲーム。証拠品を突きつける時の名台詞といえば、イヤリー。大逆転裁判シリーズは19世紀末の日本とイギリスのロンドンが舞台なんだにゃ。日本は明治時代だにゃ。この人なんだか見たことある気がするわね。この人物はなるほど龍之介。逆転裁判シリーズの主人公、なるほど龍一のご先祖様なんだにゃ。弁護士の血が受け継がれていたのね。コミカルな動きもなんだか見覚えがあるにゃ。そして大逆転裁判ならではの2つのシステム。事件現場で証拠品や情報を集める探偵パートにはホームズと2人で行う共同推理。ホームズってあの名探偵？そうだにゃ。鋭い観察眼と自由すぎる推理力を持つ名探偵ホームズはとんでもない超推理をしてしまうので、主人公がツッコミで真実に導くんだにゃ。もう一つは裁判を行う法廷パートでの陪審バトル。陪審？ロンドンの法廷では検事や証人に加え市民から選ばれた陪審員も参加するんだにゃ。6人の陪審員全員が有罪に傾くと裁判が終了してしまうので、彼らの主張を聞いて矛盾する陪審員の主張同士をぶつけるんだにゃ。いやり！逆転裁判シリーズならではの個性的なキャラクターと熱い法廷バトルが楽しめる大逆転裁判。興味がある人はぜひ前作の大逆転裁判なるほど龍之介の冒険からプレイしてみてほしいにゃ。私にかかればどんな事件も解決にゃ。今日の放送はここまで。今回はアミーボシルエットクイズでお別れ。あるアミーボのいろんな角度からのシルエットを4枚出すから、何のアミーボか当ててほしいにゃ。さあわかるかにゃ。なんだか丸いところもあるし、でも尖ってるところもあるし、なかなかユニークな形ね。一体何なのかしら。正解は悪い字。尖ってたのは鼻と顎だったのね。